ボートレース小島、今日開幕しました6日間の企業杯です。 G3 第16回シモディンカップ睡眠上初日ラストカードとなりました。超豪華メンバーによる第12レースはシモデンドリームです。1号艇には山崎智也、2号艇には中口博隆、3号艇には平田忠則、4号艇には後藤正宗、5号艇には山口達也、6号艇赤坂俊介、以上6名が対戦する12レースシモデンドリームです。6メンバーまだバック側での作戦待機行動枠なりです。6選手全員が前半カードで船券絡みと好調な成績を収めてのこの12レース、絶好枠番で登場となりました。人気の中心1号艇の山崎がゆっくりと1コースを伺っていきます。2番人気2号艇中口は2コースから、3番人気3号艇平田はスローの3コース、 SGG1 タイトルホルダーがスロー推挙を固めて4コース引っ張って角1、4号艇の後藤、前半3レースは大外からまくり出しての白星スタート、5コース5号艇地元の山口、サイアウト6コース6号艇の赤坂です。新入スタイル3対3の枠なり、最終カードはホーム追い風しっかりと吹いておりまして、現在は5メートル前後のコンディション。第12レースはシモデンドリーム、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。インからトップスタートは1号艇の山崎です。一周の1マーク、インから逃走体制図る1号艇の山崎、2号艇の中口、3号艇の平田が攻める、刺して刺して5号艇山口、4号艇の後藤、6号艇の赤坂ですが押し切った。先頭1号艇の山崎で2番手まくった3号艇の平田、へざきかけるか2号艇の中口、最近は6号艇の赤坂、候補にて4号艇5号艇一緒にコーラーの旋回、スタートは正常。トップ旋回1号艇山崎、2番手アウトを握った、攻める3号艇の平田、切り込んでは2号艇の中口ですが、さあトップラスは1号艇3号艇並んでか、インコース1号艇の山崎、アドコースやってきた3号艇の平田、3番手がヘイトは2号艇の中口が単独、レースは2周目の1コーナー、1号艇の山崎追い込む、もう一茶つけて回るは3号艇の平田、ちょっぴり流れて、セットは1号艇の山崎智也、2番手押し込む3号艇の平田忠則、3番手が2号艇の中口博隆、上代系は1-3-2、その後方4号艇の後藤、6号艇赤坂並走、最後方は5号艇の山口達也、レースは2周目からホーム側、先頭で折り返します1号艇の山崎、今度は差しに回っては3号艇の平田ですけれども、リードは2手進1号艇の山崎離されません。2番手が3号艇の平田が猛追態勢、3番手が2号艇の中口で、上代系は1-3-2変わらず、レースは3周目の1コーナー、逆転図って3号艇の平田3周1マーク、懐飛び込んできますけれども、さあ、リードは2停止3停止1号艇の山崎、2番手が食らいつくやってきた、さあどこで迫ってくる3号艇の平田、3番手が2号艇の中口、上代系1-3-2、ラストコーナーの旋回抑え込んだ1号艇の山崎、ラスト3号艇の平田ですが届かず、2番手3番手が2号艇の中口、上代系は1-3-2での決着、先頭1番山崎ゴール、2着3番の平田、3着3番の中口ゴール、6番の赤坂、4番の後藤、ラストは5番の山口ゴール、なお2連単1差の組み合わせ 4.1 倍、3連単1差2、10.7 倍です。以上小島第12レースでした。